今回は、クリングを使って動画を生成する方法について解説します。この動画を最後まで見ていただければ、このような動画を生成する方法を理解することができます。ぜひ、最後までご覧ください。まずは、クリングのサイトにアクセスします。このサイトへのリンクは、概要欄に貼っておきますので、そちらをご確認ください。サイトにアクセスしたら、サインインと書かれているボタンをクリックします。 アカウントを作成していない場合は、サインアップフォーフリーと書かれているリンクをクリックします。そして、メールアドレスとパスワードを入力します。メールアドレスとパスワードを入力したら、ネクストボタンをクリックします。そうすると、セキュリティ認証の画面が表示されます。この画面が表示されたら、パズルのピースを適切な場所に移動させます。セキュリティの認証が完了すると次に、 メール認証の確認画面が表示されます。先ほど入力したメールアドレスに認証コードが届いていると思います。入力ボックスにこの認証コードを入力します。そしてサインインボタンをクリックします。これでサイトにログインすることができました。サイトにログインしたら次に AI ビデオズと書かれているメニューを選択します。次に プロンプトと書かれているタイトルの下にあるテキストボックスに生成する動画の指示テキストを入力します。今回はカラフルなストライプのサンドレスを着てカフェにいるポニーテールの日本人女性という意味の英文を設定しておきました。次にネガティブプロンプトを設定します。ネガティブプロンプトには動画に含めて欲しくない内容を設定します。今回はこのようなテキストを設定しておきました。 ネガティブプロンプトについては、詳細を解説している動画のリンクを概要欄に貼っておきますので、そちらをご確認ください。プロンプトを設定したら、ジェネレートボタンをクリックします。そうすると、動画の生成が開始されます。動画の生成には、数分程度かかると思います。しばらく待っていると、このような動画が生成されました。生成された動画をパソコンに保存するには、 ダウンロードのボタンをクリックします。これで生成された動画がパソコンにダウンロードされます。それでは次に画像から動画を生成してみましょう。左側にあるイメージトゥービデオと書かれているボタンをクリックします。これでイメージトゥービデオの操作画面に切り替わります。次にこの部分に動画の元になる画像ファイルをドラッグドロップします。今回は このような画像をアップロードしておきました。ジェネレートボタンをクリックします。動画が生成されるまでしばらく待ちます。しばらく待っているとこのような動画が生成されました。このようにクリングを使うと簡単に動画を生成することができます。ぜひお試しください。それではまた別の動画で。